続いてですね、その録音ループ作りのところですね、行ってみましょう。で、カオシレーターもそうだったんですけど、基本的にカオシレーター、カオシレータープロは、ここのループレコーダーバンクというところに音をどんどん重ねてオーバーダブすることによって、録音ができます。でやるときにはこれを押しながらパッと触るとコンと言いました。続けてみます。こういう感じです。でさらになんかこういうような感じでですね、どん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 重ねていきます。で、カオシレータープロで新しくなっている点というのが、このループレコーダーバンクが、4つに増えました。ここに4つあります。ですので、それぞれに無限回こう重ね取りができるんですけれど、しながらイレースループをして選んでトーンと全部言います。おじゃあちょっとどうしようかな。いやこれは面白いな、フレーズを変えて、イレースワークは相当楽しい、確かにあれがねえ 4パターンあればさ、きっともうじゅんぐりじゅんぐりにやっていけばほぼ無限に無限に続いちゃう。そうなんですよ、はい、作れますね。あ、そうだ、あとテンポ変えてもちゃんとこうやってピッチ変わっちゃうんですけど、結構細かいね。そうだ、コンマ1単位で、
すいません戻します。こんくらいにします。ああ聞かずになった。でですね、レコーディング方法なんですけど、キー取るときにはですね、こうしながらっていうふうに言ったんですけれども、ですね、それ以外にも押しながらじゃなくても取れる方法があって、でそれっていうのはこのゲートアップ、これなんかダイナミックにやりながらあんまこう気にせずに録音したいよねっていう時用に入ってるんですけれども、レックをして選びます。これで今も撮ってます。うん、でどうしようかな。あ、そっか、ちょっと待ってください。ドラムのガイドが欲しいんです。関してですね、このラインインの音とマイクインの音も録音できるようになりましたんで、はい、生音録音するとちょっと恥ずかしいんであれなんですけどね、ちょっとやりますけど、この時にもこのレックをしてこれやってやっておけばもう、このままちゃんと録音してくれます。このままちゃんと録音してくれます。このままちゃんと録音してくれます。登録音してくる登録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 ジャンベの音で何かやりたいんだっていう時にこれ録音してもらうとか、アコギの音で録音してもらうとか、もちろんボーカルの方がラッパーの方が何かやってこうトラック作って自分でライブかましてみるとか、あとはあのマイクロコルベックセル持っててその音をこいつに録音して、なんかこうそれ用のマイクロコルベックセルで演奏する用のバックトラックをこれで作ってそれ上で演奏するみたいなことをやってくれるとこうちょっと楽しいんじゃないかなと。なるほど、はい、この辺がまあカオシレータープロの録音機能のところ。なるほど、はい、素晴らしい。結構遊べるはずです、うん、パソコンとの連携っていうところがあるんですが、うん、それっていうのがまあ、SD カードスロットと USB 端子が後ろにつきましたので、うん、あとはうちの、コルグのウェブサイトからですね、これ専用のエディターがこう供給されるんですね、うん、でそれを使ってもらうとここの録音したフレーズを SD カードかあるいは USB 経由でそのエディターに持っていって、うん、ワブに変換して、それで、Ableton とか、まあ、いろんなそういう DAW ソフトウェアと一緒にこいつの中の、こいつで作った音源を曲にできるというか曲作りの素材として使えますよのがあります、うん、で、ですね、これも結構ご要望があったんでなんとか実現したんですけれど、この弟がすごいな、ちょっと待ってください。この、 ノートでこう、スケールで削られてるこの X の値、この、うん、この、なんだろう、XY パッドで他のシンセもコントロールしたいっていうご要望が結構あったので、今回ですね、いや、でもそれは思ってた、うん、USB 経由の USB MIDI、あるいは MIDI アウトから、うん、こいつのノートアウトそのまま入ってます。ただですね、クストコントロールモードっていうのがあって、この時だけですか、この時にこのノート全部入ってスケールもちゃんと設定できるように、あ、それはいいですね。そうなんです、うん、バーッとできるようになってますんで、なんかこうちょっとお持ちのソフトシンセこれで鳴らしたいとか、まあ、マイクロコルベックセルとかこれトリガーして弾いてみたいとかっていうのもできますよ、うん、いやー、それ素晴らしい。この辺が大体まあその
あ、簡単に 音が弾けるようになって、うん、でそれを録音して、で録音したものをこう4個抜き差しするとか、いろいろ長さ変えてみるとかってかっこいいループを作って、でそれをパソコンに持っていくして曲までも仕上げられますよっていうのがこの楽しい曲です。なるほど、こんなところでございます。ありがとうございます。結構盛りだくさんですよ。すげーすげー、難しい感じ。いやー、ありがとうございます。頭使いました、すごい。おお、じゃあちょっと、そうそう、触らせてもらいましょう。じゃあ、どうぞ。僕はもうこれで下がって